はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今日はねエアコンを新しく取り替えましてね、エアコンの搬入日です。でたけし農場のね部屋のを片付けましてね、とりあえずメーカーさんが入れるようにしなくてはいけないんで、まあガラクタ置き場だった部屋が一応瞬間的には片付きました。片付きましたって言ってもね、ただ右から左寄せただけでね、本格的な片付けではないんですが、そのね、たけし農場のいつも住んでる部屋の紹介をさせていただきます。これが親父の秘密基地です。よいしょ。これ10畳あるのかな、8畳じゃない、10畳だよね。10畳です。でまずこれ突き当たりにあるのが、これはどうだ、テアックかな、テアックのオープンデッキです。業務用のコンソールですね、6100ですね。はい、こちらも、オープンデッキです。両方ともテアックかな。でこれちょっと裏向きになってるんですが、これがタスカムですね、タスカムで、これが電音、まあデノンって言うんですかね、電音です。はい、で、奥にあるのがこれもテアックですね。上がタスカムの332で、下が何だったかな、ちょっと忘れたいっぱいあるんでね、覚えてないです。はい、あとぐるーっと回って、こちらも電音だったと思うんですけどね、ちょっとかぶってました。タオルがねかぶってて、肩幅は忘れましたこんな感じでね、まずオープンデッキが、8台転がってます。はい、で これがね、メインパソコンのモニターです。これ55インチだったかな、55インチで、ちょっと今荷物乗ってるんですが、この黒い物体が何が何だか分かんないですけどね、これが今までメインで使っていたパソコンです。Windows 10マシンですね。これは友達に組んでもらいましたこっちから見ると分かんないよねこの裏側見るとかろうじて、これがパソコンだったというのが分かると思いますけどねこれがメインパソコン、セレロンのいくつだったかな、忘れちゃったけど、の Windows 10マシンです。それと、はい、こちらにあるのがラックマウントサーバーですね。今3台あります。3台、これもね、一時使ってたんですが、もうファンの音が うるさくてねやめましたはい、あとこの奥へ行くと、上がソニーの、これは何だっけ、ビデオデッキですね、アナログのビデオデッキが3台ぐらいあるのかな。はい、こんな感じでね、電子機器とともに寝起きしてますまたね、この5、6倍はありますよ、かき集めてくると。まあとんでもない量の電子機器がお前そんな集めてどうすんのってまあね、今元気なんで、まあ農家の方の仕事やってね、まあとりあえず今67歳、今度誕生日来ると67なんで、あと10年、77、母親がね77まで農家やりましたんで、77まではちょっと農家の仕事をやって、その後はねこういう電子機器の整理ですね、整備をちょっとやりたいなと思ってます。でね、今回ね部屋片付けてねパソコン1台見つけました見つけたってのはすごいよね。これちょっと斜めになってピンクの、これはソニーのバイオかなんかかな、ちょっとねパソコンかどうかわかんないって感じですけど、画像で言うとね、あ、ダイナブックか、東芝のダイナブックですね。こんなのがね荷物の下から出てきました自分もねパソコン何台持ってるかわかんないんだよね多分パソコンも、あ、こっちは、これはな、なんだっけな。あ、こっちはデルだ。デルのね、Windows 9、
9号マシンかなんか、もうかなり古いね、もう20年以上前のノートパソコンとかね。まあ、あの新しいパソコンはないんですけど、古いパソコンはね、多分これもノートパソコンも10台15台ぐらい眠ってると思うんだよね。まあ別の部屋ですけどね、この部屋にはそういう本はないんですけど。あと、まあここにあるのが書籍の一部ですね、うん、これもこの10倍ぐらいあるんじゃないかな。最近あんまり本読んでる暇ないんでね。はい。あとこれがね、オープンデッキ用の10インチのテープですね。あとこちらにも、よっこいしょ、こちらにも10インチのテープが多分 4,50 本あるんじゃないかな、書き集めるとね。これも一箇所では ないです。アンペックスと、あれどこだっけな、スコッチかな、スコッチ、アンペックスあたりが多いのかな。あとソニーとね、まあそんなところですね。はい、これもね、自分で、秋葉原のね、ラジオデパートにある、もう今なくなっちゃいました。あ、ラジオデパートじゃない。ラジオ会館か。ラジオ会館の3階にあるね、富士音響っていう、まあテープとかね、そういうの売ってる。今でも、商品の内容だいぶ変わっちゃったけどね。富士音響で、結構買ったテープが、この中に、かなり埋もれてます。で、富士音響から、テープ買ったんだからもう45年ぐらい前だよね。多分あの頃は、放送局の放出品がね、富士音響で、結構売ってました。で、たけし農場もね、FM 東京っていうスタンプの入っている、10インチのね、スコッチの206。これがね、何本か持ってます。これはもう宝物ですね。なかなかね、FM 東京の、スタンプの押してある、10インチのね、テープなんてのはないと思うんで、これはもう、たけし農場の宝物で、まあ、最後はね、これも自分で断捨離しないとね、ただ単にゴミになっちゃうんで、自分で最後、何年後になるか分かんないけどね、断捨離して、まあ家族にね、現金として残そうと思ってます。これあのマニアが持ってると価値があるんですけどね、興味のない人はただのゴミなんでね、親父のガラクタペアなんでね。まあ多分ね、4トンのトラック、平ボディで1台分ぐらいあると思うんでね。うちの庭入れますんで、まあ私がポックリ行っちゃったら、まあ欲しい人はね、手挙げて勝手に持ってってください。生きてるうちは差し上げられませんけどね。まあそんな感じで、エアコンね、今日、新しくしますんで、昨日ね、外していきました。まあ この辺にね、エアコン取り付ける予定だそうです。これ外しました。でね、同年代で懐かしいポスターをちょっと紹介します。これ薬師丸ひろ子です。テクニクスのね、コマーシャルやってた頃の薬師丸ひろ子の、ポスターですね。でこちら左側、これが伊藤司です。これシャンプーかなんかの宣伝コマーシャルやってた時の写真だよね。あと結構レアものが、よっこいしょ、これ見えるかな、これがね、イルカなんだよね、イルカちゃん。これも同年代ですね。これがイルカのポスターです。まあこんなのがね、貼ってあるんだよね。もうこれも40年ぐらい前に貼ったやつなんでね。まあそんなのが竹志農場の部屋には貼ってあります。あ、これが458だね。458、アンペックスの458。あと、ここら辺にカメラがあるのかな。これは、アルファだね。ペンタックスじゃなくて、
とオリンパスじゃなくて、メーカーが出てこない、メーカーが出てこない、ミノルタだ、ミノルタのアルファですね、はい、あとここの奥にもなんかレンズが転がってます、レンズが転がってます、はい、これがソニーのアルファかな、ソニーのアルファも転がってますね。なんかこんなのがね、無造作にゴロゴロ転がってるという得体の知れない親父のガラクタ置き場です。はい、そんな感じでね、多分もうこういう動画は二度と撮らないと思いますけどね、はい、親父のガラクタ置き場の動画でした。今日はね雨になっちゃいましたね。まあ明日からね羽賀町の田植えが始まるんでね、明日からちょっと晴れてほしいななんて思ってます。はい、これがね、ペットの長子おばあさんですペットのちょっと怒られちゃうけどね、はいはい、今年誕生日が来て95歳です。雨降ってんのにねなんかやってますね。はい、そういったところでね、はい、本邦初公開たけし農場の秘密基地の動画でした。お付き合いありがとうございました。